寝てると天使なんだけど、泣き出すと宇宙人。仕事してる時の夏希は輝いてるから。保育園が見つかったらすぐに戻ります。この後お茶いかが。小さい子供がいる女性社員は何かと使いづらいでしょ。私ママになる覚悟が足りなかった。ホットママビリビリで好評配信中。